はい、ゆきです。ですね、今日はですね、こちら、新しくね、水槽をね、立ち上げました。ちょっとね、この、なんだっけ、フィルターをね、導入して、で、さらに、これ、流木ですね、流木も導入。そして、流木にね、なんだっけ、これ、苔？なんとかモス、ウィローモスってやつをね、巻きつけましたね。昨日巻きつけたんですよ、これ。で、こっち、こういうね、隠れができないやつ。にもこれ巻きつけました。で、この上にはね、松も、これ松もですね。と、あとこっちには、アナカリス。ね、入れました。で、これはザリちゃんですね。うん。まあ、砂利もね、敷きまして、砂利。でね、すごいね、エビが、南沼エビが8匹入れたんですが、なんかすっげえね、泳ぎ回ってるんですよ、こいつら。今、深夜3時ぐらいなんですけど、お前ら寝ないのか。ね、やけにね、泳ぎ回っててね。ほら。すっげえ泳いでんのよ。さっきから3時間前ぐらいからずーっと泳いでんのよね、こいつらね。ね、なんかね、ちょっと心配ですけどね、大丈夫かな。大丈夫かね、君たち。ね。まあ、結構元気に泳ぎ回ってるんで。ちっちゃいやつもね、すっげえちっちゃいやつも、泳ぎ回ってるから、なんかあるんかなって思うんですけどね。みんなして泳ぎ回ってるからさ。うん。みんなしてさ、泳ぎ回ってんのよ。で、このフィルターなんですけど、入れたらね、やっぱりね、すげえ水がね、めっちゃ綺麗になりましたね。かなり、うん。これは快適です。うん、で、このウィローモスがまあこいつらの餌にもなると。うん。で、ザリガニの餌にもなるんで、で、あと水草もね、まあちょろっと入れてますけど、まあこれも餌になる。で、まあこれがライトね。これがどこで買ったんだっけ、これね、アマゾンで買ったやつ。2000円、いくら ?1600円、1600円ぐらいで買ったやつね。泳いでる泳いでる。ね。今の水温が21度。まあ、ちょうどいいでしょうね。うん。まあ、活発にね、ほら、すっげえちっちゃいやつも泳いでんのよ。小ザリちゃうわ。チエビですね。で、お前らもね、ほら、ザリガニと一緒でね、違う、エビと一緒でザリガニもね、活発にね、動いてますね、こいつ。こいつらね、ミステリークレイフィッシュ。ね、ミステリークレイフィッシュ。かわいいですね。うん、まあ、多分餌には困らなくなった。まあ、ウィローモス、ザリガニも食ってくれると思うんで。で、ここにね、癒着じゃなくて、定着、固着させたいんで、まあ一応ね、まあこんな感じで適当に光を当てて、ね、育てていきたいと思います。まあちょっと普段というか、
寝る前はちょっと眩しいのでね、こっち側にねやっときましょうかね。うん、お前らいつ寝るんだろう。魚とかっていつ寝るんでしょうかね。魚っていうかね、ザリガニとかね、まあ光を当ててても普通に寝るらしいんで、うん、なんか寝るっていうよりは目を開けて寝るらしいみたいな。だから光あってもね、普通に眩しくて寝れないってことはないらしいというのはググったらね、そうらしいですね。うん、まあということでね、まあ新しいね水槽でね、水槽というかね、プラスチックケース、まあこれで、で音がですね、これ水深の、これだいたい中くらいのパワーにしてますけど、一切ね音しないですね、こっちはね。ただこっちはポコ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 、まあ泡が出てるんで、まあコポポコ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 ね、まあ若干音はしますけどね、まあそんなもんでしょうね。まあそれぐらい音するでしょうと。うん、でまああとはちょっと気になる点としては、この上、このポコポコな、なってるところ、ちょっとほら、水が跳ねるかなと思ってるんですけど、ちょっと水がね、まあ周りに跳ねたりしないかなって感じはするんですけど、まあ特に、跳ねてる様子もないんで、まあこのケースの蓋ぐらいにしか、跳ねないみたいなんで良かったですね。うん、うん、まあしばらくはこんな感じでね、まあフィルター導入したんで、1週間に一遍ぐらい水替えだけで多分足りると思うんで、今までは2日に一遍か3日に一遍ぐらいはやってたんですけどね、うん、特に大丈夫でしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。